皆さんお疲れ様です。スターライトと申します。はい、今回はですね、先日の、大型メンテナンスというか、アップデートの、終わった後から、新たに団員依頼のリヴァイが、追加されてると思うんですけども、皆さん行きましたでしょうか。はい。自分は昨日、早速、ちょっとね、いつもの、メンバーというか、はい、行かしてもらって、一応見てきたんですけれども、初見負けたね。はい。っていうのは、この後ね、一応動画つけてるんですけど、初見で行った時に、このリヴァイが、3体一応ね、巨人が出てきて、真ん中に、あれ、獣かな？獣の巨人。そして両サイドに、ちっちゃい、無垢の巨人みたいなね、やつが出てくると思うんですけれども、真ん中のね、獣を先倒しちゃうと、両サイドがね、ちっちゃいながら無敵モードになるんですよね。はい。全くダメージが通らない状態になってしまうので、攻略というか、倒すところのポイントとしては、まずは、真ん中の獣は最後まで取っておくと、いうような感じですね。なので、両サイドのちっちゃい巨人から、倒していって、で、最後に真ん中を倒すと、いうような感じにはなってくるんですけれども、割とね、やっぱり耐久もしっかり、火力も、必要になってくるんじゃないかなというようなところで、加えて言うならば、その麻痺がね、結構食らう。かなり麻痺で苦しめられるんじゃないかなと。自分も、この後の動画見ていただいたら分かると思うんですけど、結構ね、ピリピリピリやってますね。とりあえずね、動画見ていただいて、またね、ちょろっとね、後で喋ってみたいなと思いますので、早速ですが、見ていただきましょう。どうぞ。はい、いかがだったでしょうか。というところで、多分5、6回ぐらい行ってると思うんですけど、最初の初見でね、でけねて。だけ、倒す順番が、わからぬまま行って、間違えて負けちゃったんですけど、そっからは、一応全部、買ってっていうような、感じで、行きました。で、なんて言ったらいいかな、やっぱりある程度の火力は必要で、今回の、自分はもう雑魚なんですけど、他の3人が、強い方々で、ね、加えて、そのもう2人はもうかなり強い、2人なんで、火力に助けられてる部分はあるのかなというところであるんですけど、で、冒頭に言った麻痺プラス、獣がね、硬い、ダメージがなかなか通らないんで、そういった意味でも最後の方に結構手こずって、で、麻痺を食らって、攻撃を食らって、落ちちゃうっていうような、展開にもなるかなと思うんですけども、そういった意味では、防御というか、
耐久にも振ってもいいのかなと思うんですが、まあ、麻痺がね、キャンセルしよるんでね、スキルをキャンセルしよるんで、ソセミンだとか、まあ、そんなんがね、活躍できないっていうシチュエーションもなきにしもあらずと、ああいうようなところなので、まあ、運頼みなところも、まあ、若干あるかな。うん。まあ、それを上回る火力とか、その耐久があれば、まあ、問題なくはいけると思うんですけど、まあ、ギリギリの戦いで言えば、やっぱちょっと、時間もかかるし、運みたいなところも若干あるかなというような、感想ではあります。もうとね、まあ、一応何回か行って気づいた点は今ざっと言ったと思うんですけど、まあ、その他、まあ、なんていうかな、補足みたいなのがね、もしあれば、ぜひコメント欄で教えていただけるとありがたいんですけども、まあ、なんせ両サイド倒して真ん中、うん、この順番を守らないと、もう絶対負けるっていうね、感じなんで、まずはそこで。あとは、まあ、麻痺。まあ、麻痺体制とかあって、全部ね、なんともなかったら大丈夫なんですけど、まあ、やっぱ麻痺るんで、まあ、ピリ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 してたらスキル打てないんで、まあ、そういう意味では、その辺もね、ちょっとね、祈りながらスキルタップするみたいな、ね、ところはあるのかもしれないですけど、まあ、ちんたらしてたらね、また負けちゃうんで、まあ、そういうような感じ、はい、っていうようなところですけれども、皆さんは。もう行きましたでしょうかね。うん。まあ、昨日初日やったんで、まだ行ってないっていう方もいらっしゃるでしょうし、まあ今日、三笠のね、依頼書回って、リヴァイの依頼書を溜め込んで、で、夜はまあ連合の方だとか、いつものメンバーの方だったとか。いや、言いにくいっすよ、今のは。今のは絶対言いにくい。もう俺のせいじゃない。はい。で、たくさんね、回られる予定になってる、のかもしれないですけど、うん、自分もまあまあぼちぼち、頑張って、回りながらね装備というか防具か、うん、装飾か、うん、ゲットしたいなと。まあ今回はちょっとゲットできてなかったです、ちなみに。はい。まあどんぐらいの確率でドロップするかわかんないですけど、まあちょっとね頑張っていきたいなと思いますので、皆さんも、頑張っていきましょうというところで、今回の動画はこの辺でお開きとさせていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。